まあ彼らに、まあ、僕はもうね、チャレンジャーなんで、まあ、チャンピオンチームにお願いということで、もう一回アジアを挑戦させてもらいたいと思ってる。はい、そうですね。まあ挑戦は誰の挑戦でも受けて立つつもりですが、ただ分かってる分かってる。あのアジアなタッグだから大森が欠場となって今いない。でも俺もちゃんとそれは分かってるから、じゃあ久しぶりにな、パートナーがいるんですか。うん、いる、はい、久しぶりに俺の盟友に話したら快く俺のパートナーになってくれると、出撃してくれると、新日本さんも OK ということで、俺と中田裕二で行かしてもらうから。文句ある？いえ、そんな何も文句ないですよ。中田選手だったら、僕年末のライオンズゲートでシングルマッチ負けてるんで、そのお礼も兼ねてその挑戦受けたいと思います。 OK、 じゃあ野村 OK か。いや、僕はもう永田選手ならもう美味しい獲物として捉えて全然挑戦受けて立ちます。じゃああとはこれでチャンピオンも OK、 あとドリーさんに行って確認取ればそれで進むと思います。まあ俺と永田裕二を組んでアジア行くっていうことでドリーさんも文句はないと思うんで、これで2月3日でいいか、分隊で。はい、やりましょう。どう、そういうことです。はい、ありがとうございます。それでは、質疑応答に移らさせていただきます。質問ある方いらっしゃいましたらお願いいたします。まあ、木野さん、その永田さんとのタッグっていうのは、まあ、東京ドームが一番最初で、それ以来まあ何回か節目節目で組んでますけど、はい、お二人で組んでベルト自称戦というのは多分初めてないですね。まあまあ今僕らのやることは、まあその時はチャレンジっていうこともあったけども、まあもちろん今回もチャレンジだけど、もうお互いに何をプロレス界に残せるかっていうところにいると思うんで、いい形なものを残せていきたいなと思ってます。あとはその永田さんをパートナーにすることで、若いチャンピオンチームにとってもこう、いや、もう試練と言いますか、壁になるといいますか。多分彼らそんなに試練という試練がなかったと思うので、ここは思いっきり試練を与えてやろうと思ってます。まあそれ、いやいや俺らの試練があったと言われれば、それはそうだろうけど、だけどちょっと違うよというのを見せないといけないなと思ってます。まあ、あとは彼らにたっぷり聞いてってください。新日本プロレスの永田選手と秋山さん、まあこの2人に勝てば一気に、まあ格も一気に上がると思うんで、一気にのし上がるチャンスだと思って、もう絶対負けられないです。絶対勝ちます。まあ、まさかチャンピオンが挑戦者から試練をもらうとは思ってなかったですけど、まあここはその試練を乗り越えて、このアジアのベルトの価値と僕らのタッグチームの価値を上げていきたいと思います。あとはそうですね、もうこの際なので、ね、この挑戦僕らが退いた場合は、僕らが代わって全日本プロレスを盛り上げたいと思ってますので、秋山さんにはごゆっくりしていただきたいなと思っております。口で言うのは簡単だけど、試合も勝負もそうだけど、試合も全部支配しないといけないんだよ。お前らそれができない、腕組むな、偉そうにすんな、お前まだまだ早いよ、そんなのやるのか。あ、全部乗り越えて全てだよ、チャンピオンというのはそういうもんだな。試合も全部支配しないといけないんだよ、それで初めてチャンピオンだよ。支配されて勝負勝ちました、そんなもんチャンピオンじゃないんだよ。全部だよ、全部、全てお前らが 俺に乗り越えた時はお前ら真のチャンピオンだよ。それが今回は永田裕二だよ。両方とも面倒くさいぞ、しっかり考えてこいよ。ごめん、内容も勝たないといけないっていうのが彼らにとって試練ですよ。
非常に難しいところ。それはもう別に彼らじゃなくて俺と永田裕二が組んだら誰がどうやったって難しいチームだと思うんですよ。それに打ち勝って初めてチャンピオンで初めてこれから全日本をね支えていってもらえる人間になると思うんで、それに負けるようじゃまだまだってことです。それも全てね、もうこの前みたいに試合はリードされてるけど最後勝ちましたじゃないんで、全部勝たないといけない。そうなったらもうお前ら何にも俺も言わないだろうし、ただまだまだだって思うから俺はこうやってここにいる。まあそうやって何も言わせないようにゆっくりしてくださいって言うんだったら、それ全部上回るようにしっかり練ってこないといけない。まあ、今回はチャンピオンとして迎え撃ちますが、そういう試練という意味では挑戦者としてもそういう気持ちを持って戦いたいなと思います。試練を乗り越えるために、真のチャンピオンになるために、この防衛戦戦い抜いて最後はきっちり僕らが勝ちたいと思います。